おはようございます。9月3日第15回保護の可愛いのアニマルラジオです。今日の一匹はね、佐々木洋五郎さんのね、柳田美君です。墨が強くてね、赤が地に乗ってて面白い魚ですよね。佐々木さんの魚たまにこういうのが出るみたいでね、うちも大事に買ってだいぶ大きくなりました。ね、こういうのね、面白いですよね。佐々木さんね、ずっと作ってたんで、佐々木さんのね、いい魚、これからもまたたくさん見れるといいなと。柳デメキで変なのたくさん出てくると思うんでね、ちょっとこれからもチェックしたいと思います。まあ、今回赤目じゃないんですけどね、まあ、赤目に交配するにあたって柳デメキのオスが必要なんで、ちょっといろいろとね、育ててみてはいるんですけど、こいつもどうなんだ、メスなのかなって感じですけどね。オスだったらちょっと面白いんですけど、まあどうなるのか、ちょっと育てて、だいぶ大きくなったと思うんですよね。餌食いすごい良くてね、落ち着いちゃうともうかなり丈夫なんで、楽しんで帰るのかなと。まあ、色の出方も面白いですし、まあ、これからの変化も含めてね、期待できるのかなって。で、鱗がね、透明鱗じゃなくてね、銀鱗がかなり入ってるんで面白いですね、本当。なんでこういうタイプの赤目ができたら、まあまあ黒は抜けちゃうと思うんですけどね、すごい面白い魚になるだろうなと思いながら、いろいろ、頭の中でも目描いて、ね、魚を今飼育しています。まあ、基本的にはね、赤目の魚にかけるためのね、魚ということで考えて、僕は今魚を選定しています。そんな感じでね、まあ、いろいろ赤目の話もあって、まあ、これからまだ何年もかけながら作っていくしかないのかなと思っています。そして今日はね、ビバクシダが調子がいいような天気で、でコルクが昨日ね、ちょっと折れちゃったやつだったんで、夜、なんだっけ、穴開けて結束バンドで止めてね、形をちょっと整えてみました。まあ、ビバクシダもね、これからの時期ちょっといい感じでね、太陽光が強すぎなければどんどん成長してくれるのかと思っています。なんで植物もね、金魚と違って手間のかけ具合がね違うんですけど、生き物やってる人はよくね、植物枯らすっていうんですよ。手間かけすぎちゃうっていうんですよね。なんか水やりたい水やりたいとかね、何かいじってあげたいってあるんですけど、植物は結構のんびりしてるんでね、あんまり水やりすぎると根が腐って死んだり、栄養肥料あげすぎるとね、それも良くないっていうね。だから本当ちょっとその最初のね、慣れるまでが僕もかなり苦労したんですけど、最近ようやくね、植物との付き合い方がちょっとずつ見えてきて、まあ安定してきたのかなと思っていますね。本当着生植物、まあそんなに簡単じゃないけど、すごい難しいわけでもないっていう美学史なんですけど、慣れてしまえばね、ある程度小株も生えてきて、小株を上げてね、いろいろやったりできるんでね、とても面白いと思います。ただ僕不器用なんでね、付け方が下手だったりするんで、そこはちょっとやらないといけないですね。で、今日はまたさらに亀ですね。巣もさらに大きくなりましたね。成長線の出具合がすごいです。そしてうんこもちゃんとしてますね。で、ちょっと水温とかがね、気温が低いんで、心配してたんですけど、多分うち26度ぐらいで飼ってますね。ただ餌食いも全然良くて、まあちゃんとうんこしてるってところも含めて見て、で、甲羅の成長線の出具合、かなり調子よくいけてるんじゃないかなと。たまにちょっとね、ケバケバみたいな、コケみたいな変なのが生えてきちゃうんですけど、まあ、多少はね、しょうがないですけど、いっぱいだった時はちょっと今日は、歯ブラシで軽くこすって落としたんですけどね。これ強くやると成長線のところ柔らかいんでね、傷ついちゃうんで、気をつけてください。前ね、僕の知ってる、とある、もう僕は今縁がなくなってしまったというか、縁を切ってしまった、とある、あまり良くない人がいるんですけど、その人はね、甲羅になんか汚れがついたら羽倒しみたいなの削れてたんですけど、一回やってみたんですけど、いやいや全然成長性のところ思いっきりついちゃうしかダメだよって話で、だ本当そういう適当なことをね、言う方もいらっしゃるんで気をつけてください。やっぱりその動物をね、しっかり愛しているか、お金としてしか見ていないかって変わってくると思うんで、ちゃんと愛してるの大好きだったらそんなわけのわからないことを教えないと、はい、そういう人もいるので、とても注意しながらやった方がいいと思います。なので、まあ、本当ブラッシングというよりは、ね、拭いてあげるような感じで、一番いいのは金魚のなんかろ過層のマットみたいなので、ね、優しく拭いてあげるのが多分コーラー汚れた時一番いいんですよね。
で、あとあのアルビノ系で一番厄介なところっていうのは、日光浴させすぎると甲羅にあの苔が生えて、苔がね染みついちゃって取れないっていう、ね、パターンになることがあるんですよね。まあ、基本的にはあの脱皮するんで、脱皮した時に剥がれると思うんですけど、なんか変な入り込み具合してずっと残っちゃうとか、まあ、草がめだとねかなり残ったままになったりとかするんで、本当あの光に当てるのはいいんですけど、こういう色変系の特にアルビノ系のやつはね、苔が生えるとちょっとややこしいことになるんで、なんでまあ水替えを頻繁にしてね、あの苔が生えないような環境を作ってあげる、まあ、太陽光を当てすぎないとかも含めてですよね、まあ、そういう感じでやっていけたらいいのかなと。なんでここはね本当苔が生えちゃってるんですよね。まあ、萌え木台、水に使ってるところだけなんでね、まあ、これは簡単に落ちるからいいんですけど、アルビノはね、目立つんですよね。気をつけないと、せっかく綺麗なカメラね、まあ、緑をついていいよねっていう人は全然いいと思うんですけど、やっぱりスノーとかね、アルビノは甲羅が黄色いのが綺麗だと思うんで、そういう風に買ってみるといいと思います。なんでね、あの、カメはね、ほんと甲羅がとかね、苔が生えやすいんでね、気をつけないといけないですよね。金魚もね、青子がいいよって言っても青子で、まあ、ちょっと濃くなりすぎちゃうとやっぱり良くないんで、その辺の見極めも大事なんだと思います。なので太陽光ってすごいいいんですけどね、まあいろいろとちょっとややこしいことになったり面倒くさいことになって、それをちゃんとうまく対処するように考えないといけないっていう、まあ、そこはね、まあ何の生き物でもそうなんですよね。ビカクシダもそうなんですけど、太陽光が強すぎると葉があの枯れちゃったりして、あの上の方のやつなんか葉がだいぶね焼けちゃって温度がおかしくなっちゃったんですけど、植物自体が生きてるんですよね。だからそういう風になってあの熱でふにゃふにゃになっちゃったりするんで、でまあカメはよくある話で、この間も話したんですけど、日光浴させて熱中症で殺しちゃう。これ太あごとかもよくあってね、太陽に当ててあげたいっていうすごい優しい気持ちでやってるはずがね、生き物に対して、本当にね、あの命を取ってしまうぐらいひどいことをしてしまうことになってしまうんで、これって認識の差なんですよね。太陽に当てたらね、あの気持ちいいし元気になるでしょうっていう、本当あの生き物のためを思ってやってるんですけど、でもね、それで殺されちゃう生き物の方がたまったもんじゃないんで、そう考えるとね、そういうことをしっかり勉強して、生き物にね、あの本当に優しいことっていうのは考えないといけないんだと思います。なんでね、結構その辺を考えないあのなんていうんですかね、人たちっていうのもやっぱりいるんで、どっちかっていうとね、飼いやすい方向に持っていくとか、自分が飼いやすいですよね。生き物が生きてていい環境じゃないっていうところ、まあ、管理がしやすいとかね、あの餌がしっかり取れるとか、まあ、小さいうちはねこれぐらいでいいよねっていうのはあると思うんですけど、じゃなくてあの、まあ、自分がね見てかっこいいからこれがいいっていう、まあまあ、もちろんそのペット飼育ってエゴだと思うんですけど、ただそれでもそれはちょっと違くないっていうのはちょっとあるんで、そうならないように気をつけたいなと思っています。そしてうちはジーベンをあの船に移しました。ちょっとね太り気味だったんでね、かなり広いところで飼って泳がせようと思っています。オスなんてね、ちょっとオスの方が珍しいんでね、まあ大きくなったら面白いなと思いますけど、こういったまだ成長性が全く出てないんで、でかくなるまであと何年かかるのかわからないですけど、まあ、ちょっとこんな感じで今買ってます。ということでね、金魚から亀から、まあ、植物からあれなんですけど、まあ、基本的にはね全てのことにおいて、ね、あの共通するようなことっていっぱいあるんで、まあ、金魚の話でも勉強になることあるし、亀の話でも勉強になることあるし、植物の話でも勉強になること、他にもね、一般的な、ね、知識でも役に立つものとかいっぱいあるんでね、そういうのを吸収しながらやっていくとねいいと思います。なんであの人の意見はねしっかり聞くけど、そこをさらに自分の中で精査する、ね、自分が正しいってよく言う人いるんですけど、なんかそこで本当に自分が正しいって言ってて、絶対俺が言ってること間違ってないよってすごい言ってる人ほど結構間違ってたりとか、知らないんだけど知ってるふりをしちゃってる、あとは人をね認めたくないからその人をね落とすためだけに言ってるような状況になっちゃってるってよく聞くんですよね。でも実際ちゃんと聞いてみるとね、あ、そこにはちゃんとした理論があって、まあ、ちゃんと考えてるんだなっていうのが見えてくるんですよね。だからそういうのをちゃんとしっかり、聞いて、ね、自分の中でそれをね精査して、
ね、そこをね、使えるもの使えないものを分けて、ね、合ってるもの合ってないものを分けてやっていくっていうのが大事だと思います。ね、本当は独りよがりになってしまうとね、まあ見えてなくて結局後でね、あ、なんだあの人分かってなかったんだねっていう話になっちゃうんで、だったら分かんねえよって言ってる方が俺はいいんじゃないかなと思います。そう、分かんないことは恥じゃないんでね、ただ分からなかったことをしっかり知って、それをね、自分の知識として吸収して前に進んでいくっていうのがすごい大事で、知らないのを知ってるふりすることほど恥ずかしいことはないんで、そうならないように僕もね、頑張って生きていきたいなと思います。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございます。